お母様ですって。うんうん、それならうちに食べに来るかい。え、でも喜んで。おいしい、お店の味みたいです。来てくれてありがとう。突然ごめんね。式守さん全然緊張しないね。僕すごくパニクっちゃった。好きな人の家に来たんだからするに決まってる。かわいすぎか。うちに聞きたいことないの？中学のアルバムとか赤ちゃんの写真とか。ほら、不幸体質のせいであなたも嫌な思いするかもだけど。それは違いますよ。不幸だと思ったことは一度もないです。心配しないでください。彼は私が守りますから。やだ、私が付き合いたいくらいだわ。え？私の前で不倫とは。それじゃあお邪魔しました。みーちゃん、来たい時はいつでも来るのよ。はい。